あの、待って待って、怖い怖い怖い。え、あの画面で攻撃してくるん？やめてや、止まれよ。だがそれもここまでだ。なぜなら俺はお前なんか通してやらんからだ。悔しいか、ざまあ見ろ。ガッハ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 。また落とされたりせんよね。だが、もしどうしても通りたいんなら、チャンスをやってもよいぞ。どうせお前ならにできるはずはないからな。どうだ、挑戦するか？はいはいはい。ガッハッハッハ。やるだけ塗られると思うが、仕方がないからやらせてやろう。なんせ俺は優しいから。なんてな。ギャハハハハハ。いいから早く言えよ。さてマリオよ、何を行うか聞きたいか。そりゃあここで行うのはクイズだ。クイズ？ふんふん。オレンテッサたちが出てくるから、それを見て風や色をよく覚えておくのだ。ふんふん。あとで俺の質問にちゃんと正しい答えを言うのだ。数や色？うん。そんなことありっこないが、もしお前が5問正解したらここを通してやろう。多いな、3問とかにしてくれんかな。ただし、間違えてもいいのは3回までだと覚えておけよ。3回も間違えるような愚か者には恐ろしいことが起こるぞ。ってことは、あれや、最低、まあ、2回正解すれば取れるってこと？なるほど。では始めるぞ。はい。ふんふんふん。ん？なんか増えた？時間だ。さあ、のこのこは何匹いたか答えてみろ。3。のこのこ3匹のクリボー4匹やった。うぐぐぐぐ、正解だ。問題が簡単だったようだな。しかしこれからはそうはいかないぞ。よし、次。ああ、色か。赤が3の緑と青が4。時間だ。さあ、3匹いたのはどいつだったか答えてみろ。赤兵法。イエーイ。うぐぐ、正解だ。問題が簡単だったようだな。しかしこれからはそうはいかないぞ。よし、次。よし、来い。青4、赤2のボム兵2。時間だ。さあ、真ん中の入り口から出たのはどいつか答えてみろ。真ん中の入り口から出たの？え？兵法は兵法やったよね。わからん、青兵法。あ、違う。ギャハハハ、外れだ、愚か者め。なんか、真ん中、兵法が出てきて、ボム兵が左側やったような気はするんやけど。え？赤兵法？ 3 回間違えたら怖い目に遭うぞ。ヒッヒッヒ、さあ次だ。なになになに？え？のこのこ4、青3、緑1。クリボー2。え？さあクリボー、あ、やった、最後に見たやつ。クリボーは何匹いたか答えてみろ。2。え、合っとる？あ、よかったよかった。なんか数めっちゃ増えたもんね。うぐぐぐぐ、正解だ。問題が簡単だったようだな。しかしこれからはそうはいかないぞ。よし、次。はい。え、なんか少ないよ。クリボー1の紫1、オレンジ1。時間だ。え？さあ、全部で手が何本あったか答えてみろ。手が何本？どういうこと？手が何本？手？待って、引っ掛け？のこのこが2匹とクリボー1匹やろ？ 6？ いや、でも6やったら普通よね。あ、クリボーって手ない？ 4 本か。なんか足だけで歩き寄る感じか。あ、合ってる。
うぐぐぐぐ、正解だ。この正解発表の時にさ、さっき出てきたやつらもう一回出てきてほしいよね。なんか、あっとってもあってなくてもすっきりしないんですけど。おのれ、4問も正解してるのか。次はとびきり難しい問題にしてやるから覚悟しろ。よーし、次。何？え？ボム兵3、ノコノコ4、兵法1。違う、兵法赤が2、緑1。今度バラバラのとこ入ってったよね。さあ、3匹いたのはどいつだったか答えてみろ。赤が3って言った私。え？違う、赤 1？ 兵法1と2やったっけ。ボム兵3って言ったんや私。多分リズム的にそうやった気がする。よし、うぐぐぐぐぐ、正解だ。そんなバカな、5問正解してしまうとは。ぐわう、負けた、俺はマリオに負けた。おっしゃ、え、もう取れる。おお、急激に、あー、なんかいっぱいアイテムが出てきだしたな。これ捨てた場合はもう一回復帰させてほしいよね。体力は満タンなのか。え、なんか霧が、いやめてよ。やめてよ。え、でもあそこにさ、回復スポットがあったけん、もうこの先なんか体力減ったとしても、回復スポットはもうない気がする。あるんかな？そろそろクッパじゃない？なんか、なんかなかった今。アイテムがあるんか。何あのアイテム。ああ、来ないでくれ。ちょ、先制攻撃されるとね、こっち何もしてないのに体力だけ減っていくけん。へえ。びっくりー。びっくりした。見えてないんかと思ったこいつらに。また中に戻ってきたの。え、これはまた別の場所よね。上に上がったんよね、きっと。セーブします。あれ？まだクッパではない感じ？お城でかいな。あれ？またなんか下に。お？牢屋。牢屋、あれ？ここか、私がおったとこ。違うんかな。はっ、てくそ、先制攻撃をこっちがするつもりだったんだ。まあ、でもここはね、一匹だけやけん。で、また中にさ、ベッドらしきものが見えたけん、多分回復できるよね。まあ、回復できると仮定して、私は今、わざわざフラワーポイントを使ったよ。もっとスターポイント落とせよ。はい、牢屋の鍵。なんか私がおったとこペンギンおった気がしたんやけど違うかな。でもおったとこやったらね、ハートの回復があったはず。はい、止まっていきます。え、でもやっぱあれか、すごい広いダンジョンというか、まあお城やけんか知らんけど、回復ポイントめちゃくちゃあるね。逆に怖いんやけど。マリオさん、よく来てくださいました。むざむざこんなところに囚われてしまうなんて無念です。ピーチ姫はどこか他のところに閉じ込められているようです。助けて差し上げてください。了解です。ああ、マリオさん、来てくださったんですね。お会いできてほっとしました。みんなバラバラで、ここは私たちだけなんです。他のみんなは無事なんでしょうか？私たちだけなんてことはないですよね。さっき他の牢屋も解放したよ。早く何もかも解決して、またみんなとパーティーをしたいですね。パーティーどんだけ好きなんだよ。こんなことになるって分かってたら、村長と一緒に帰ればよかった。寒い寒い村には、もう二度と帰れないんでしょうか。ぐすん、毎日かき氷の夢ばかり見ます。それはどういう。
懐かしいなっていうやつ。うなされる夢ではないよね。さあ、じゃあまた今度は階段の上か。よし、左から進んでいくか。いきなり敵が現れたりとかせんかな。うー、敵なんかぐるぐる回ってるよ、やめて。これ下なんか上がった。なに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 、戻ったんですけど、どうすればいいんだい。戻ったんですけどどうすればいいんだい。ほう、これ上、あ、戻れねえ。なんか使う感じかな。ポコピー、オプク、レサレサ、パレッタ、ピンキー、カメキ、クリオ。カメキまっすぐやもんね。ピンキー、あ、爆発でってこと。そういうことかな。待って、いけ、やった、上がった。やだ、無駄にしてしまった。どんどん体力だけが削られていく。私の操作が下手くそということで、待って、よしよしよし、降りてしまった。待って待って待って、一個一個止まった方がいいんかな。とりあえずここで、まあ一個ジャンプしていく。でその次、待って、どうすればいい。どうすればいい。これはもしや、やっぱポンポンっていかんといかんのか。やっぱあそこからのピンキーは使えんわけね、こっちじゃないと。なるほど、時間勝負だ。でも戻るの早くない。あー、よかった。このキノコだけですか。あー、でもウルトラキノコは欲しいな、さすがに。じゃあスーパーキノコと交換で。はい、んーで痛い。右側なんか至る所に回復アイテムも置かれとる。なんかめっちゃ怖いね。至れり尽くせりすぎて怖いんやけど。もうずっとなんかクッパの手のひらの上で転がされとるだけなんやねんからっていう気がしてきた。怖い怖い怖い。あ、ここもなんかスイッチ形式っぽいか。でもこれいけんねやねん。ですよね、そこか。ってことはそれはどこからだ。ここからか。違うな。こっち。待って待って待って、どこからピンキー落とせばいけるの、あれ。うわ、いけた。あ、鍵。こんなん絶対押しつぶされるやつやんね。デスゲームとかでありそう。めっちゃありそう。やった、これで脱出できる。
ってなった時にプチって潰されて終わるキャラクターなんや。これこっち、待ってくれ。なんかこいつらの時さ、あの、待って待って、怖い怖い怖い。え、あの画面で攻撃してくるん？やめてや、止まれよ。止まれよ。なんかそろそろ出てきそうじゃない？あれ？まだ大丈夫？大丈夫なんや。ん？なんか下にも降りれるな。何？落ちたんですけど。もしかしてこれ、上から行ったら安全に行けて、なんかさっきと同じような感じやな。あれ？待って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 。え？もしかしてループしてる？え？うん？もしかして上と下順番があるとか？じゃあ最初は上ってことか。で、この後こっち行ったら落ちたよね。ってことは次下？ん？進めてるのか。上。まあ上下ってきた。あ、落ちた。待って。え？上下、じゃあ次下ってこと？上下下で上行ってみようか。待って、頭がゴン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 。これ抜けたらボスかな。お、いけてるいけてる。上下下上下行ってみよう。下、おー、上行ってみよう。とりあえず1回目はじゃ交互に行ってみることに。あ、抜けた、よかった。いていて、うわー、多いって。ないわけないよね。ちょ、一回あった、あの回復ポイントで、ああ、もうボスかーって思ったけど、全然、え、あれもしかして、中間地点？あの回復ポイント。長いって。でかいって。あ、回復きた。ってことは、そろそろですか？え？どうなんやろ。ちょっとセーブしとこう。怖い怖い怖い。なんか長い廊下が続き、お、ん、え、ピーチ姫囚われてないの？あら、マリオ、助けに来てくれたのね、ありがとう。絶対ピーチ姫じゃないやろ。いやーじゃないんよ。私はちょうどクッパの隙を見て逃げてきたところなの。この状態でハートマーク付きで喋るやつなんか信用できるわけないやん。私が助かったんだから、クッパと戦う必要なんてもうないわよ。ね、急いで帰りましょう。私もついていくから。怖い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 。何？さあ帰りましょうよ。怖いって。マリオが今来た道を戻っていけばいいわ。私は後ろをついていくから。え、怖いんですけど。え、同じことしか喋らない。いやー、やめて。どうしてひどいことするの？え、化けの皮が剥がれない。ついてくる、怖い。くっそ、あくまでも、その扉を。通さないつもりか。
あれ来ない、え、あいつか、なんか久々に見た気がする。え、あら、どうかしたマリオ。いや、怪しいやつ、そんなの来なかったわよ、気のせいじゃない。いや、え、お城の人たちを助ける、そんなのどうでもいいでしょ、ピーチ姫がそんなこと言うわけないやろ。さあ急いで、早くここを出ていきましょう。やっぱり、いや、ひどいわマリオ、何するのよ、そんなことするとクッパ様に言いつけてやるわよ。もう様付けしてる。おい。いやー、やめて、クッパ様。やめろって言ってるだろ。怖い。おお。くそ、俺の完璧な変装が見破られるとは。なんで一回変身解いたの？バレてしまったからにはしょうがない。お前をやっつけてやる。うわ、多いって。多いって。どうしよう。何でやっつけていこう。ドカーン。まあ、ドカーンジャンプにするか。回復できるもんね。あ、銃でもダメなんや。ウルトラ爆発。え、でもあそこってハート回復だけなのかな？牢屋まで戻らんといかん感じ？いや、わからん。とりあえずもう、使っちゃえ。あ、化けた。これ同じ技使ってくるってことよね。やめてやめて、怖い。ウルトラ爆発とか使わないで。恐ろしすぎるんだが。あと2体。もうここピンキーアタックぐらいでいいかな。あ、全然良くなかった。あ、普通の攻撃なんや。でも絶対技も使えるようになっとると思うんやけどな。じゃないと変身する意味ないよね。よし、あと1体。この辺でもう一回レベル上がらんかなと思ったけど、ここでは上がらなさそうやな。よし、いけた。おー、でも次何かしら敵と戦闘したらいけそう。待って、この先なんかありそうやもんね。怖いよね。ってことで一旦回復してここで終わりにしとくか。フラワーポイントも回復した。よかったよかった。ってことで、まあ、これでピーチ姫復活しとったら嫌やな。ってことで、まあ、はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。え、なんかさ、ピーチ姫を動かしよるときって、お城そんなに大きいイメージなかったんやけど、あれとは別のお城？別なのか？わからん。なんかめちゃくちゃ広くない？めちゃくちゃ広くて回復ポイント超ある。逆にすごい怖い。なんか中ボスもいっぱい置いてできそうな感じ。そろそろクッパかな。